普天略は中国の唐の県中年間に創始によって編纂された中国歴の歴法。管歴としては採用されなかったが、その計算方法は後世の歴法に大きな影響を及ぼし、また中国、日本の民間で先制術に広く用いられた。三島歴以来の上限積年法を用いず、近居法を用い、県警5年の雨水という、 近い過去を暦元とした。また、定数の分母を1万とする万分法を用い、一対応年を365プラス2448、1万日とした。万分法は5代、更新の超原略、元の樹事歴に採用された。またその中心差の計算は、東末の高資源歴に影響している。インド歴の影響を受け、供養の運行位置などが計算された。これが、 先生術と結びついて民間で広く行われた。日本でも天台宗の僧侶日の部が輸入して、不天略と天台宗などの密教と結びついて、成立した祝養道でも用いられた。なお、室町時代の石棺一条、金吉の説によれば、天徳二年に日本でも不天略が採用されて、今日でも歴道が公式の暦である鮮明歴と共に学んでいると記している。 この記述を裏付ける証拠は乏しいが、小雨期などに歴道と宿用道が協力して暦を作成時期があることが確認されることや、縁応2年具中歴に記載された同年10月16日の月食予報の記述に不、転略の数式が付記されており、公式には採用されなかったものの暦の修正などに、際して資料として用いられていたと考えられている。ありがとうございます。